はいどうも、アスナでございます。さあ、今回もね、ガチャ動画を撮っていきたいと思います。さあ、今回は、800万ダウンロード記念ガチャキャンペーン、これをね、撮っていきたいと思います。さあ、今回はね、800万ダウンロードを記念して、限定のベルナデッタ、これがね、期間限定で出るということで、で、EX ガチャからも出ない、さらに新商ガチャからも出ないのかな。うん、まあ、このミリオンガチャのみでしか手に入らない、限定キャラとなっております。ね、とりあえず100連回せば、ベルナデッタ必ず手に入るという感じなんですけどもね、で、確率見ると、ベルナデッタの確率は上がっていると。でもまあ、普通のね、レアガチャと比べれば、10連のね、パーセンテージが低いという感じですけどもね、まあ、とりあえずは、回していきたいと思います。で、まあ、セレクションガチャみたいな感じで SSR も人気タックのみという感じですけども、さあ1回目、うん、まあ出ないと。ね、まあ、3% と SSR は 7% ですからね。まあ、サクサクっとね、回していきたいと思います。とりあえずは、100連は回せるような石ですからね。さあ来た。さあ、何が出るかな。まあ、ベルナデッタ早めに出てほしいんですけれども、出ないですね。おっと、フェリシアス。いいね。いいですね。他には出ないかなと。出ない。まあ、まあ、とりあえず1枚。まあ、7% が1枚出てきたという感じですかね。さあ、まあ、サクサクと進んでいきましょう。とりあえず1周目は、まあ、2倍とかそういうのがないんでね。まあ、出るか出ないかは運次第。はい、出ない。まあ、残念ですけれども。まあまあまあ、あんまりあんま期待してませんよ。さあ、4回目は0個という感じでね、サクサク回していきます。さあ、よし !0 個でね、まあ、出るとちょっとね、得した気分になりますよね。さあ、何が出るか。うん。出ない。出ない。もったいぶるね。最後かな。あ、バルムね。持ってるんだよね。もう4凸してるんですよ。まあ、とりあえずまあいいでしょう。1枚出ただけでもラッキーと。さあ、ここからは、1回目は、2倍という感じですね。まあ、この2倍でどれだけ出せるか。まあ、動画を撮るとね、引きが弱いんですよ。ね。動画撮ってない時の方がよく出るというね、感じなんですけれども、さあやっていきましょう。2倍ガチャ。よし、金。金、よし、OK。さあ、ベルが出てほしいところですけども、エディオね。何このエディオ推し。2枚連続エディオってあるの？そういうの。さあ、他は。UR が出ないですね。まあ、ベルもそうなんだけど、他の UR もね、出てほしいんですけれども、出ないと。何このエディオ推しみたいなね、感じですけれども、まあいいでしょう。2枚出ただけね。まあエディを使わないかなという感じですけども。さあ、2周目、2回目。まあここは2倍じゃないんでね。よし、よし、OK、いいよ。さあ出るか。ベルが出るか。ベルが出るか。あ、出るだろうね。まあまあ持ってるからとつれてますね。まあ使わないんですけど。オーリップスね。いいですよ。ポイントライズね。何気に2凸かな。で、これで3凸目という感じですかね。さあ、順調にゲージも溜まっております。まあ 10% ずつなんでね。さあ、3回目。今回はね、サクサクっと回しております。お、出た。危ない。危ないよ。今のは出ないと思った。さあ、出るかな。ベルが出るかな。ベルが出ないね。うん、ああ、フェリシアスね。多いですよ。とつれるから。うん、また1枚か。まあ、やっぱ引きが弱いですね。やっぱ動画撮ると引きが弱いんですよ。ああ、ねえ。やっぱ、こう、ゼロ個の時に出てほしいですね。なんかお得感があるから。まあいいでしょう。さあ、また。あと2回回せば、まあ、ベルは確定という感じですけども。さあ、2倍なんでね。そろそろ。
UR がまだね、1枚も出てませんから。さあ、あれ、ジシア、もうね、持ってるんだ。お、出たー、来た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 、来ましたね。ベル、さあ、目的のベル。出ましたね。なんとか、なんとかゲットでございます。は、他には出ないね。まあまあ、いいでしょう。ベル出たときね、OK ですよ。ね、よし、これでベル、目的を達成しましたね。まあ、ベルね、あともう記憶もあるんでね、一気にまあ4度させたいと思いますよ。さあ、ということでね、次、ここ回せばまたもう次、その次は確定ですからね。はい、出ないと。さあ、これでゲージがマックス、ベルナデッタ、確定モードということでね、まあ、単発でも回せばベルがね、出るから、まあ、ここは1回で、5個で大丈夫だと思いますんでね。まあ、10連じゃなく、1個で、ちょうどよくね、115個なんでね。はい、レインボー。さあ、ベル2枚目。よし、という感じでね。これでもうベル2枚目ですからね。よし。記憶300個という感じですけどもね。で、まあ、石がね、110個残ってますから、まあ、ここで50個使って10連回して、次無料。で、次は UR、SSR2 倍ということなんで、まあ、回せるんで、2倍までね。なんで、ちょっと回し合いたいと思います。100連しかしないつもりだったんですけども、入ってない。ね、欲を書いたせいですね。まあ、そんなうまくは出せないよと。まあ、ここの無料でね、出ればね、もうラッキーですよ。ね、金、あん、思わせぶり。はい、思わせぶりでしたね。7% ずつしか上がってないですね。2回目は。さあ、2倍ですからね、ここはまあ、ここは出てほしいですね。はい、残念。2倍もクソもね。まあね、しょうがないでしょう。ちょっと欲をかきすぎましたね。まあ、そんな感じですけども、とりあえずまあ2枚ね、ベルが出てくれましたんでね、よかったと思います。さあ、まあ、とりあえずこれくらいでいいかな。あとはまあベルももう出て、確定も出ましたんでね、とりあえずベル2枚、さらにバルム、エディオーシの2枚で、デルトロー、リップス、フェリシアス、レティシアで、フェリシアスがボックスに入ったのかな。まあいいでしょう、いい方でしょう。まあとりあえずベルが出てくれたことが良かったですね。まあ他の UR1 枚も出てないですけれども、まあメインはねベルですからね。まあベルが出てくれただけ良かったと思います。まあ、あとは記憶を使ってね、まあベルを4突させて、やっていきたいと思います。うん、まあそんな感じですけどもね、まあ今回もガチャ動画、いずれはまた騎士団戦動画を撮っていきたいと思います。あとツイッター始めましたんで、よろしければフォローしていただけたらと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。アスナでした。それではまた。